こんにちは。今日はですね、やばい裏技的アンルシアのレベル上げというテーマで動画の方をやっていきたいと思います。ここ最近、真相の迷宮と奇跡のベルトについて動画を3本ほど上げさせていただいたんですけども、思ったより王家の迷宮や真相の迷宮、奇跡のベルトについて興味がある方が多かったようなので、関係する動画を撮らさせていただきました。コメント欄で教えていただいたんですけど、結構バージョン3以降にドラクエ10を始めてくれた方も多いみたいなので、アンルシアのちょっと裏技的なレベル上げについて知らない方もいましたので、動画の方を撮ってみました。で、僕もですね、この動画を作りながら、真相の迷宮短縮を使わないでちまちまアンルシアのレベル上げも兼ねてやってたんですけど、思ったよりアンルシアがレベルが上がらないので、一気にブーストをかけようと思いました。で、僕のチャンネルはですね、ドラゴンクエスト10を中心にドラクエシリーズをご紹介させていただいてます。また YouTube、ブログ、サーバーの設定など情報発信に必要な動画なども上げてますので、興味ありましたらチャンネル登録の方をお願いします。すいません、何本か連続で動画の方で説明させていただいたんで、ちょっと声が枯れちゃって聞きにくくて申し訳ないんですが、早速説明の方をさせていただきます。まず一つ目に料理ですね。料理の方はアンルシアに食べさせることができます。それなので、アンルシアの経験値を 30% ほど増やすことができます。何の料理がいいかと言いますと、個人的にはスマッシュポテトがいいのではないかと思います。会心率を上げることができます。2番目に元気玉です。普通の元気玉だと自分にしかかからないんですが、超元気玉を使うことでアンルシアの経験値を2倍にすることが可能です。意外と知らない方もいるのではないでしょうか。3番目ですね。3番目はハヤブサの剣カイをアンルシアに装備させてください。これはですね、レベル上げじゃなくても共通することなんですが、アンルシアの最強の剣はハヤブサの剣カイです。回戦時バイキルトがかかりまして、アンルシアの通常攻撃が2回だったりとか、アンルシアのターンの間隔が短いこともあり、とっても強力です。また回心率も高いので、メタル系の敵に対して回心の発生割合を高めることができます。入手するときにはちょっと気をつけてほしいんですが、今回の真相の迷宮に行くためにもアンルシアが強化されたタイミングでもあるので、このハヤブサの剣が結構出回ってますし、作られてます。バザーに行くと結構見かけますし、モーモンバザーでも取引されていると思います。こちら非常によく似てるのがハヤブサの剣です。攻撃力も回心率も機能も結構違います。似てる剣なので間違わず気をつけて買ってください。特にモーモンバザーでは意図的に間違わせて買わせようとする方もごくわずかではいるんですが、モーモンバザーの時には特に注意して、星の数、錬金の数、錬金の効果、ハヤブサの剣か、ハヤブサの剣回か、確認してから十分注意して買ってください。ちなみに僕はやられちゃいました。4番目、自分がスーパースターになり、ミリオンスマイルをするです。ミリオンスマイルをすると、自分とそのパーティーの経験値が 1.1 倍から 1.5 倍にすることができます。なので、元気玉を使うので、なるべくはスーパースターがレベルがカンストする前に、このアンルシアレベル上げをした方がいいのではないでしょうか。自分のスーパースターのレベル上げにもなると思います。武器の方は、鎌か鞭がいいかと思います。理由は後ほど説明します。また最初の頃はですね、弱いモンスターを連れても、真相の迷宮で全滅することはあまりないと思うので、弱いモンスターも一緒に連れてレベル上げもできてしまうのではないでしょうか。5番目ですね。大陣と勇気の輝き3つを使って経験値の増加の取引をするということです。勇気の輝き3つ、ちょっともったいないんですが、ここは思い切って使っちゃいましょう。6番目、メタル系チケットですね。真相の迷宮に入り、
今まで挙げた条件が整った元でメタルチケット系を使うことが可能です。この中でメタルチケットを使うことでアンルシアに大量に経験値を与えることができます。メタル系チケットは便利ツールの福引きの五等などで入手することが可能です。また手に入れたメタルチケットは錬金釜の方で上位互換のメタブラチケット、ハグメタチケットと交換することができます。またメタキンチケットっていうものがありまして、時々運営からもらえる時と、あとはオルフェアの交換やメリーポコからプレゼントチケット1枚とメタキンチケット1枚を交換することが可能です。入手が少ないプレゼントのチケットをメタキンチケットに変えてしまうのはちょっともったいないような気もしますが、急ぎの人はこういう方法もあります。ではですね、早速ちょっと注意点をお伝えしながらやっていこうと思います。真相の迷宮は断罪の森を選んでください。断罪の森は経験値や特訓スタンプが多くもらえます。除海の地の方に来ましたら、まずはアイテムなどを使う前に右側の大陣に取引する効果を確認してください。もしここで経験値4倍の取引がありましたら、取引してアイテムを使いましょう。経験値4倍の取引がありましたので、奇跡の魔法をかけてもらいましょう。奇跡の魔法をかけてもらったら、アンルシアに先ほど買ったスマッシュポテトを食べさせましょう。必要であれば自分とモンスターにも食べて超元気玉を使いましょう。アンルシアの経験値よりもプレイヤーキャラの経験値の方が多く入ってしまってカンストになる可能性も高いので、自分自身は料理も食べなくてもいいかもしれません。戦闘時の注意点とチケットの使い方で注意点が少しあります。戦闘の注意点としては、スターレミングがミリをかけてくる場合があるので、会心もりもりのアンルシアや自分が魅了されると出川さんのヤバさとは比較的にならないほどヤバい事態に陥ります。早速出ちゃったスターレミングです。こいつには気をつけてください。アンルシアがめちゃくちゃ強くてめちゃくちゃ会心ありまくるので、メタル系が逃げてしまう心配はほとんどないんですが、ミリオンスマイルを打つ前にアンルシアがメタル系を倒してしまう可能性があるので、ちょっと練習にメタスラチケットやメタブラチケットで少し練習してみるといいかもしれません。思ったより早くアンルシアが倒してしまいます。個人的にはアンルシアが行動した直後あたりにメタルチケットを投げると、まあアンルシアに1ターン目は狩られないようになるんですが、結構アンルシア行動感覚が早いので、ちょっとスキルを調整してもいいかもしれないですね。あえてアンルシアのスキルを外すぐらいのことをしてもいいかもしれないです。じゃないとミリオンスマイルを打ち込む前にアンルシアがメタル系を倒してしまうくらいアンルシアは早いです。おそらくほとんどの場合ですけど、自分が1ターン目にチケットを使う、次に2ターン目でミリオンスマイルをする、3ターン目の時に自分は鎌を装備して魂狩りを使うと良いって感じで説明しようと思ったのですが、思ったよりも自分の出番はなくアンルシアが片付けてしまうかもしれません。参考までにですが、鎌か鞭と言ったのは、鞭はメタルキングを縛り鞭で縛って麻痺させて逃がさないようにすることも可能なんですが、おそらくアンルシアがメタキンを瞬殺してくれると思います。では次の戦闘でメタキンチケットとミリオンスマイルをやってみたいと思います。ご覧の通りメタキンチケットを使いましたが、もう画面を覆うことすらできないくらいアンルシアが鬼神のごとくメタキンを成敗してます。自分のターンはミリオンスマイルを打つ間もないくらい素早くメタキンを倒してしまいます。
なので、ちょっとここら辺の調整は必要ですね。1戦闘で2枚までにした方の方が、自分のキャラの方のレベルが1戦闘あたりの経験値のマックス値までいっちゃうので、2枚ずつ使っていった方がいいと思います。アンルシアは3枚使って3枚ともミリオンをかけるとカンストしてしまうくらいだと思います。ご覧の通りですね。メタキンチケット3枚を使いましてミリオンかけれたのがメタキン C にだけミリオンかけられました。で、アンルシアの経験値が 442,831 ですね。で、自キャラの方が499,999 ですね。これはメタキン2枚でも499,999に行きます。最後にですね、メタキンチケットを1セットで2枚使った場合の経験値とログの方をご紹介させていただきます。この戦闘の終わりの頃にログが出てきますので、よかったら見ていってください。動画の方がよかったらグッドボタンとコメントの方よろしくお願いします。最後まで動画見てくれてありがとうございました。また新たな動画の方、この真相の迷宮の謎解き的な考察の動画を撮っていますので、よかったらチャンネル登録して楽しみに待っていてください。